小山氏は平安時代に武蔵国に本領を有し、藤原秀里の後栄と称した大田氏を出自とする地方豪族。1150年頃、正光が初めて下屋国小山に移住して小山氏を名乗った。正光は八田州綱の娘を妻とし、頼朝の信頼厚く鎌倉幕府において徴用されることとなった。関東八館の一つ、流派は、 藤原秀里流と称する。平安時代後期に、武蔵国に、本領、大田号を有した大田氏が、下屋国小山荘を領し正光が1150年頃に初めて小山に移住して、小山氏を名乗った。その後祭に、八田修綱の娘を迎え、頼朝の乳母となったことが、結果的に、鎌倉時代の小山氏流星の礎となった。ただし、秀里の創村、 金光から小山正光までの系譜は、諸々で移動が多い。野口術は系譜を称号し、金光から大田行村までの仮説を出した。結城系図の大田行隆がおじ、来光の養子となって家を継ぐとの記述などから、来光の弟に竹行流行犯を置き、その子が、大田市その行村で、来光の養子となったとする。ただしこれは金光から行村までが三世代となっている。 系譜を説明するための仮説であり、野口は先日の三世代の系譜と、金光、大光竹行、大田行村の四代となる系図があるとしている。国史大辞典、小山市では、小山正光を行政のことする。栃木県史は、系譜が異なることを指摘するが、本文では、尊悲文脈説をとる。群馬県史は、秀里流藤原氏の説明で、 野口仮説を採用し、大田行村を来公用紙とする。久喜市氏は、野口仮説を採用して、大田行高を来公用紙とした上で、行政行き光小山正光とする。戦国大名系夫人明治天東国編、小山市では、大田行村行政行き光小山正光とする。また、野口みのも、下神戸市に関する別の論文で、行村以降を、 ゆき行政ゆき小山正光として、ゆきの弟として、大型聖火を廃し、正光の兄弟として、大田ゆき大川戸行くを、兄、下神戸ゆ義を弟としている。また小山正光の兄弟にも異動がある。正光と同世代で、大田氏を継いだ、大田ゆきやその兄弟の大川戸行くが、正光の兄とされる系図がある。尊文脈では、 ゆ広、行ろ、は、兄弟二人とも行政の弟、ゆきの子、つまりまっのいとこであり、大川戸氏を称したとされる。久喜氏、戦国大名慶夫人明治天東国編は、大田ゆ広、大川戸行くを、小山まっの兄に置いている。平安時代末期の自称四年の源の頼朝による、半平家の挙兵に大番役で在京中の当主の小山まさの三男。 友光が長せさんじている。友光は、頼朝の目のとごにあたり、特に頼朝の信頼は厚かったという。また、弟には遅れたものの正さの長男小山友も次男宗政も、頼朝陣営に参陣している。樹齢2年には、北地国の源のよりのおじにあたる志田義弘が、乱を起こすと、それを、乃木宮合戦で鎮圧する活躍を見せ、その後の兵士追悼戦。 文治5年の欧州合戦にも小山氏の兄弟は三人支武功を挙げた。正光の後は長男小山長生が継ぎ、弟の宗政が長沼氏友光が結城市を名乗るなど、小山三兄弟はそれぞれに独立した勢力となる。小山氏は着流で結城や長沼家などは所流として下野国南部地区の一勢力となった。正治元年には、 はり守護職に任じられるなど、鎌倉幕府内でも徴用されていた。文永9年2月騒動が起こると4代、小山町村の向こうにあたる北条時助が撃たれる。これ以降、一時中央の書物から、小山市の記述が見えなくなる。しかし、検事元年5月、作り六条八万新宮用都市廃寺によれば、鎌倉中、小山家や入道跡が百二十巻を収めている。七代、 小山貞友は、執権、宝城貞時より返帰を受けたとされるが、原稿の乱で打ち死にした。原稿三年、八代、小山周朝は、新田義貞の倒幕の挙兵に際しては、幕府から寝返って、倒幕派となり、義貞に従って、鎌倉攻撃に参加した立場を安堵された。県務の申請が始まると、州長はケア国士五色とケア国国士を兼任することを認められ、 小山氏の持つ平安時代以来の権益を認められた。県武2年、北条時行の中仙台の乱が起きると州長は、足利忠義の命令で、武蔵国に出陣したが、北条時行軍と戦って、破れ州長は自害して果てた。州長の死後、嫡男の浅里が家督を相続するが、幼少であり、州長の自害の際に、多くの家臣が共に自害したため、小山氏の勢力は、 急速に縮小した。下谷国守護職に任じられ、下谷国をはじめとする関東の北朝方として活動したが、関東では南朝についた同族の結城宗弘らが優勢であり、県務4年、小山城は北畠明家の率いる欧州の大軍の攻撃を受けて陥落、朝里とは捕らえられた。結城宗弘の除名嘆願と北畠明家の温情によって許されたが、 朝里との活動の記録はその後も残るものの目だった。活躍は見られない。朝里の後は、弟と思われる、小山宇治政が家督を続いた。その頃、室町幕府内部では、足利高氏と足利忠義の兄弟の不和が大きくなり、ついに官能2年、官能の上乱が起こった。宇治政もその中で、忠義方の多い関東にあって、高氏に味方したが、 多くの下野国の武士が、小山市ではなく、同じ下野の名族の宇都宮市の当主、宇都宮氏綱に従ったのである。宇治政の後を、この吉政が家督を継ぎ、下野守護職になったが、下野市と互角の勢力を築き対立していた、宇都宮氏の宇都宮元綱と争い、鎌倉久保、足利氏光から、内戦中止の命令を受けたが、それに従わず、河内軍も、 腹の戦いで元綱を打った。しかし、これは首都とみなされ、関東地方の治安を任された鎌倉久保、足利氏光はこれを放置するわけにいかず、小山市追悼を諸将に命じた。これが小山市の乱の勃発である。この乱は、独立性の高い伝統的な豪族である小山市が、宇治政以降、所要を拡大して、勢力を強めたことが小山市の増長を生み、 東国に新秩序を構築し、支配基盤を確立しようとしていた鎌倉府の方針を、軽視することにつながった結果と言える。吉政は、鎌倉軍に対して、徹底抗戦したが、英徳に年筆、沢城を落とされた吉政は自害して果てた。吉政の死後、この若い沼丸が、しばらく抵抗したものの敗れ消息不明となり、流星の子も、足なしにより捕らえられ、鎌倉に、 とめ、早中に、三浦の海に沈められ、平安時代以来の下野国に君臨してきた小山室総家は断絶した。鎌倉時代初期の小山智政以来、県無政権期に、小山州長、長氏に至るまで、小山氏によって下野守護職が継承されたことについては、異論が出されていないが、その後の小山義政の守護部人までの経緯に異論争がある。 諸国の守護部人について体系化した佐藤新一は1337年の小山城、寒落寺に小山氏が一時下屋守護を更迭され甲物なおが認じられたと推定した。1980年代に入ると新川武則が佐藤説の一部を修正し、関能の上乱後に二期折明、小山氏の乱以後に上杉則方、結城はじめ公が部任され、さらに、 小山持聖以後しばらくは、小山氏の世襲になったこととした。これに対して、磯貝藤夫が、柿吉元年9月5日付の小山持聖宛口、千案に記された、糸目東国守護、追戦令、よろし人、下野守により、南北朝時代五毛屋守護は、下野守に部任される慣例が存在しており、下野守部任の記録がない小山氏政は、守護には認じられず、 反対に、同時期に、下野守であった、宇都宮氏綱が主語であったとした。これを受けて新川は自説を修正し、宇都宮氏綱が、下野守であった時期に、小山氏正も、主語の職権として、下野氏島津市への恩賞申請をしていること、宇都宮元綱と小山義正の両名の下野守が在任が、重複している時期があったことから、 小山市と宇都宮市の反国守護制が確立していたとした以来存在していた。また、旧説の上杉のり方に代わって従来守護代と思われていた木戸放棄を正式の仕事した。さらに、A は3年11月17日付で鎌倉演学寺造営のために胸別編長州を命じる関東官令法書の存在が注目されている。これは小山義正。 宇都宮もとつなの両方に同日付で発給され、共に宛先を、下の守るとしていること、守護の権限とされていた、胸別銭が両方に命じられていることである。佐藤新一や、後日の松本和夫、江大久保は、守護権力の及ばない、有力武家にも胸別船徴収を許可したものと、 返したが、磯貝藤親晋川竹則はこれを芸谷国に二名の守護がいた証拠として捉えている。その後、松本和夫、江大工がこれらの説を批判して、小山氏の乱によって、小山義政が守護を更迭されるまでは、原則的には小山氏の世襲が維持されており、宇都宮氏からの守護部員はなかったとする説を出した。松本は小山氏側から、枝は、 宇都宮氏側からこの問題を追求しているが、共通する指摘が多い。その要点として、などの指摘を行い、小山氏が死後の地位を失ったのは、小山吉政の反乱が原因であり、それ以前は、下付国内最大の勢力となっていた宇都宮氏と、いえども、同国守護には部任されなかったと論じた。なお、松本は主語である小山氏が、 県務政権の国史を兼ねたことを足がかりとして、国画の権力機構を継承したこと、勢力的に小山市を上回る宇都宮市や那須市には干渉できず、加えて国内には、足利省など、室町幕府御領所も含まれていたために守護権力の行使できない地域が相当数存在し、それが小山市の持つ守護権力に対する制約になったとしている。足利氏光は、 小山氏を滅ぼしたものの、小山氏の名跡が立たれることを惜しみ、小山氏と同族の結城はじめ公の次男、大長を入れて、小山氏を継がせた。この時期、小山氏は、鎌倉時代以来続いた名門としての権威は失われ、小山氏は結城氏の影響の下で勢力の回復に努めざるを得なかった。大長のこの万安氏は、永二十三年の上杉全州の乱に、祖父、 勇気始めこうと共に、鎌倉公方足利持氏に味方して活躍し、大二十九年から翌年にかけての小栗光へ、討伐にも出陣している。この時期に、関東八館という概念が生まれ、その中には小山氏も含まれた。なお、従来小山氏の警符などによって、隊長と万安氏は親子で、万安氏は小学坊、足利光兼の変記が与えられたと、 解釈されてきたが、近年になって、古学坊で万の字を変記として授けていたのは、三つ金の父である、足利氏光だけであるとする指摘が行われ、小山康朝が小山氏継承後に、足利三つ金の変記を受けて、万安氏と解明したもので、両者は同一人物とする新説が出されている。万安氏のこの小山持ちの代になると、 小山氏は勢力を盛り返し、結城氏から離れて、独自路線を取るようになり、室町幕府と鎌倉府が対立した、永京9年の永京の乱では持氏に味方した、結城氏に敵対し、幕府方に味方した。永京の乱で持氏が廃止したが、結城氏ともが持氏の維持兄弟を要して、永京12年に結城城で幕府に対する兵を挙げたが、持ちは、 幕府軍に味方して合戦後に、持政は、下野守に任せられるなど自立した。文案4年、持氏の医師の足利重氏が謝免されて、鎌倉久保として下校したが、京都区3年、重氏が、関東官領上杉則忠を暗殺し、関東地方は、小学坊重氏派と関東官領上杉氏派に分かれて、対立し京都区の乱が始まった。この乱では、持と重氏は、 義兄邸のちぎりを結ぶなど、持ち性は一貫して、茂氏を支持して活動し、京徳四年には上杉派の同国の宇都宮氏と戦っている。その後、幾度となく、幕府からの基準命令を退けて茂氏方として活動してきたが、文明三年に幕府からの四度目の基準命令に応じた。理由は不明だが、こと孫に先立たれたことや一族、 重心の中に幕府方に転じた者がいたこと等が考えられる。その後間もなく持ち性の活動が途絶えたことから死去したと見られている。この二度目の断絶を受けて一族の山川氏から養子の形で加盟を存続させた。その養子が小山政長である。文明十四年に聖氏と植杉氏は和睦したが、英章七年に関東管令。 上杉や木貞の戦死後の三内上杉家の家督争いをきっかけとして、重氏の子、正氏と孫の高本が対立、関東を二分した大騒乱が発生した。小山政長は正氏を祇園城に迎え入れるなど正氏派として活動したが、この正長は高本派として、正氏を追放、対乱を切り抜けたが、正長も死のないまま死去する。正長はあらかじめ、 山川市出身の小四郎と、結城正友の三男高朝という二人の養子を一族から取っていたが、校長が家督を相続した。高朝は実刑である結城正勝と、小山、結城市連合を形成して、周辺の有力な敵対する大名である宇都宮市、小田氏、佐竹氏らに対抗しようとした。正勝には明朝という男子があったが、幼くして死去したため、 校長の三男の春友を正勝の養子師として迎えて結城市の家督を譲り、連合の結束力はさらに強化されることとなった。小山氏を北方から腰炭々と狙う宇都宮氏に対抗すべく、結城、小山連合は宇都宮氏の勢力の北東にあって、宇都宮氏と対立する那須氏と連携を深めていった。それに対抗して、宇都宮氏は那須氏の南東、結城、 小山連合の北東に位置する佐竹市、小田市と連携する様相になり、ゲイヤ国、日立国などの北東関東地方では、結城、小山、那須連合と宇都宮、佐竹、小田連合が互いに牽制し合う状況になった。天文14年10月、川越野戦が起こる。小学坊、足利春氏と大木谷、山内龍上杉家らは連合して、 北条氏康の関東侵略を阻止しようと、北条氏康軍と川越で衝突した。しかし、結果は、北条氏康の大勝利に終わった。氏康は、武蔵北部から下付下宇佐、日立に及ぶ広大な範囲へ勢力を伸ばそうとし、敗戦した古学坊、足利春氏は、北条氏の影響下に入らざるを得なかった。天文21年、北条氏康は、古学坊、 足利春氏を押し込めて、自分の妹と春氏の間にできた子であるを追い、ヨシに家督を譲らせた。小学坊押し込めによる交代は、結城正勝、小山校長兄弟をはじめ、関東の諸将に衝撃と同様、そして困惑を与えた。ヨシが小学坊になったことで、北条氏康は関東管領のように振る舞うことになり、今までは北条氏に対して、 関心のなかった北関東の諸将たちも、北条氏に対する対応を考えざるを得なくなった。北条氏の対頭によって、関東地方には大きな転換期が訪れた。それへの対応をめぐって、小山、結城漁師の連合に歪みが現れる。また、小山氏の内部でも高橋とその子の秀綱との間に意見のズレが生まれた。校長、秀綱夫氏は、 足利春氏と緊密な関係を結んでいた。そこへ、ヨシが小学坊に着任したことで問題が起こった。それは、これから足利春氏足利義氏の不死のどちらを支持するからということであった。高朝は、晴れ氏を支持する立場を堅持するとし、秀デは、義氏を新たに支持する立場への転換を明確にした。校長、秀デツナは意見が対立したが、 小山氏の分裂することはなかった。しかし、結城氏は、吉氏を支持することを明確にしたため、結城正勝と小山高朝との間には進む方向に亀裂が生じ、結城、小山連合はここに解体することとなった。A63 年の長岡景虎の関東出兵によって、関東地方のありは激変する。関東管令下見す県政を報じて、関東に出陣してきた。 長岡影虎は、上野国国内の北条方の諸城を外周一色に、粉砕すると、永禄四年には、関東全域に劇を飛ばし、北条討伐の軍を起こす。その劇に応じて参集してきた、関東の諸将を率いて、北条氏の本拠地である小田原城に進み、これを包囲するなどした。そして、上杉則政から、上杉の名字と関東官礼職を譲られ、 長岡影虎を改めて、上杉正虎と名乗った。小山市ではこれに対応して、藩法上であった、校長の主導の下上杉軍に参加し、足利春氏の着手の足利富士氏の久保就任に、伴い、上杉謙信、足利富士氏の関東支配に参加した。上杉謙信の関東出兵によって、関東には足利富士氏、上杉謙信という支配体制と、 足利義氏、北条氏康という支配体制が並存するようになる。結果、小山氏もそれらの対立に巻き込まれる。高朝の三男で、秀綱の弟で、結城氏を継いだ、結城春友は、結城氏の方針である、足利義氏、北条氏康体制支持を明確にし、小山高朝、秀綱路線と対立することになる。上杉氏と北条氏の対立の中で、 小山氏は翻堂されてゆく。上杉謙信が関東に進出してくると、上杉氏に従い、上杉謙信が越後に帰国すると、北条氏の攻勢に怯え屈服するという状況が続いた。この頃の小山氏は、平安時代以来の名門の力も、鎌倉時代の部門の誇りも失われていた。当主秀綱も明確な方向性を見出せない状況が続き、 家臣団も北条派と上杉派に分かれるなど、小山氏の総領制度、支配体制にも大きな問題が生じていた。天敵と思われていた北条氏と上杉氏が、越相同盟を締結し同盟したことは、関東の諸将には安堵と不安を与えた。挙衆を迷い、近隣の諸将同士の戦いが減るであろうことに、安堵した。しかし、越相同盟によって、 上杉氏の影響を考えなくて良くなった北条氏は、これまでのような古学帽、足利義氏を利用しながらの統制から、事故の武力による、藩と拡大路線へ政策を転換した。この北条氏の政策の転換は、秀綱や結城春とも、那須助春らの北条氏を支持してきた諸将ですら、敵対してきた、佐竹義主、宇都宮広津奈良と藩北条という統一見解に、いたり、 北条氏の北進作に徹底抗戦していった。しかし、強大な武力によって、北条氏は着実に勢力を拡大。下佐の古川、関宿などの諸城は、北条氏の攻勢の前に陥落。その支配するところとなり、ついに天正三年、北条氏は小山資料に侵攻。一度は、退けるも、翌年、巨城の義音城は陥落。ひで川は、 佐竹義重を頼り逃亡し、ここに400年続いた関東の名門、小山氏は滅亡した。その後、北条氏は北条氏照を祇園城代に任じ、秀綱もその一配下となることで、小山復帰が認められる。だが、天正18年の豊臣秀吉による小田原征伐で、北条氏は没落し、小山氏の丘陵は結城春友に与えられる。 のちに秀綱は、春友の養子、結城秀康に従うことになった。秀綱は、小山市の最高を運動したものの果たせず、小山正種、小山秀広ら息子たちに先立たれ失意のうちに、病死した。小山氏の家督は、秀綱の後は、孫の小山秀常が継ぎ、ひの着難、小山秀康は、水戸徳川家に仕えた。集大の後は、 弟の小山秀方が次官文年間に、水戸藩士として取り立てられ後に過労となった。子孫も代々水戸藩上級藩士になり、現在に至っている。小山正光小山友政小山友長小山町村、小山次長小山総長小山佐田友小山州長小山町京、小山宇治正小山吉政小山安し朝小山水流太小山持生小山成長。 小山正長、小山小朝、小山秀綱小山正種小山秀弘小山氏、経図判例。一太字は、当主、実践は、実施、転戦は要し、用子、二構成の都合で、出生順より組み替え。三経図の出典元は、宇都宮茂綱の子、有志、結城はじめ公の二男、渡辺千綱の二男。ありがとうございます。